ジャン君、今日はまだ動画何も撮ってなかったね、ジャン君のね。今ですね、クロケンおじさんは勝手に歌うという、YouTube チャンネルを、放送終わったとこです。明日ちょっと2駅、3駅ほど行ったところでですね、レストランの、まあを借りたライブみたいなやつに、一緒に出ましょうと言われて誘われて出ることになっているのが明日です。明日歌は夕方4時、違うな、4時ぐらい、あれ何時だった、3時から3時なのかな、あ違うな、3時までに行くんだから4時ぐらいから歌だね。で、そのためのゲネプロというんですが、全曲を通しでやってみました。いくつか問題点があったのでメモして、さあじゃあ明日に備えようということで喉を休めます、休めるんでございます。はい、これが練習の残骸、そしてギター、ギター、明日は会場初めてなので、シールドね、1メーターしかないけどシールドを持っていきます。これ前回どっかで忘れてて、っていうか知らなくてね、シールド持ってくるの普通でしょう的な常識だということを知りませんでした。で、今回は一応持っていったという感じです。現地にあったらそれを使わせてもらいます。さあ、ポンちゃんは隣の部屋で寝ています。もう31度ちょっとです。どひゃー、こちらは27.5度。ああ、それでもまあまあな、結構する、うん、暑さだけど。さあ、それでは今日は休憩の日に、あ、いや、クラスターというメタバースの会場をちょっと作らないとね。 あと仕事を進めないといろいろやります。ジャン君、ジャン君、向こうの部屋、向こうからさ少し開けたんだよ、ジャン君、すごくない？右手が使えたのね。すごいね、ジャン君、すごいすごい、必死だったのね。うん、ごめんね。はい、こんな感じに今作っています。わかるかな、ジャン君。面白くできるかね。ジャン君、落ち着いたね。そこでお休みですね。そしてポンちゃんはご飯を食べてきっとここで寝るんでしょう。ちょっとトイレの砂とか